はい、どうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。それではね、今日もやっていきましょう。ドラゴン TK です。今日はね、うざいな、これその前にこっち倒させてってことで、今日は なんかあれ、なかったっけ、気のせいか。今日はね、このクエストの、もうここら辺のボードクエストであったり、このね、おしゃれの大家アンゼリカ集めたりしながらやっていきたいと思います。おお、よし、行きましたね。魔力を帯びた船、どこへ、あった、おった、よし、いけた、おーし、よし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 、もっと満足させてちょうだい。スラッジマン終わらんねんけど、よし、おう、ここになったか、全部取っとこう、よし、ここやね、おお、ここにもあったんや、あ、アンジェリカね、アンジェリカはいるんでね、もうと、あとこっちに行くのは、ああいうスラッジも無視していきます。実際にね、ハービーここら辺におるんで、ハービーを倒していきましょう。よっしゃ、あれ、よし、あ、おし、お、レベル22、やがった。さすがは私のマスター。マスターに刃を向ける者は私が許さない。で、ここら辺にも確かね、ありましたね。あとね、あとダイヤウルフと、あとロックリザードね、あの中入って、また例のあの場所へ、ボルド鉱山ではなく治水場の方ね、そっち入って借りたいと思います。やっぱりね、ちょっとでも早くシーカーになり、シーカー気になってるんで、早くやりたいなぁ思ってね。うん、サボが回復してくれんかった。もうこれからサボズボン、サボでサボ飛んでいきますあが、嫌な予感、死がせんの、おー、あか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 あほーれ、ちょっとこいつらだけ倒しますということでね、おっしゃ、よし、まあええ、もう油、ソーサラーから火のダメージ受けんかったらいいだけやねんから、ちょっとここは無視していきまーす。なんかあるか、なんや、もういらんなちょっと、ああ、そうや、ここら辺オーバーっとやな、オーバーちょっと嫌なんですよね、おらんことにが、あいつだけだ、おったら嬉しいんやけど、お、いた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 、ん、ダイヤウルフ3匹かな、ちょっと決めますね、
ダイヤウルフ、あ、レベル22以上か。ちょっと待って、それは見てない。お、今日は王がいませんね。23っすね。何？よし、サポートは任せて。よし、お、いいですね。もう一応ドラタカのスキルちょっと書いてあるんですよね、今の高速させるやつにね。ん、なんかある？つかこれはいらねえよ別に今のところ。アンゼリカとかあったら取っていきたいと思います。あれ全然いませんね。23以上、22以上ですね。22さっき1匹だけいったんですけど、おー、いけるかな。あれ、ん、ん、枯れてないよ。ちょっと待って、マップやろ。ここら辺におったやな。ちょっと戻ってみるか。ちょっと、え、待って、ほんま。レベル22か。はよ25にしたいね。合力打ち覚えたいです、早く。合力打ち俺好きなんでね。プレステ3のドラゴンズドグメやってた時も合力打ちめっちゃ使ってたんですよ。あれの使い勝手は半端ないですからね。早使いになりたい。レベル3は早分けたい。まあそれには大方買っていったらいいんですけど、まあ今のところ大型狩ることができるのはターシーか、あいつやね、あのサイクロプス、テル村から行ったところのそこぐらいしかないっすね。そこがまあ割と序盤ではいい経験近すぎになるみたいなんで、もしん、もしね、うん、あ、いましたね、あいつ、あいつ、もしそのサイクロプス狩る道具あげれたらあげますね。まあこのレベル23とか、おっ、プライ、おだいぶ左よ俺。ちょっと待って、相手止めて、相手止めてて、おお、あ、来とった、よし行けましたね。よし、ん、倒れなさい、あ、頼む、おお、ん、また逃げんのかよ、もう、おお、ちょっと待って、ナイス、サポートは任せて、ナイス高速ということでね、あの高速あれや、大体どんな敵でもいけますね。まあ大型にはちょっとなんかちょっとしたちょっと回復しに戻れます。あ、
いやちょっと待った、回復する前にアンジェリカとっとかんと。回復したらねまた取れなくなるんで。いや回復じゃ取れない、逆やな。回復に戻ったら1個ある、こっち側にね確か1個あったんですよね。モンスターがおるね、1匹なんか。おお助かったぜ。気をつけて、敵の気配も。いますね。よし。よし、終わった、終わった。おお、いい感じですね。大きな空き場。別にこれ選んだけど、ここやね、こいつ、こいつ、こいつ。アンジェリカ、お。あと、これで5を取って、アンジェリカちょっと確認。ロックですね。あと2個でいけるんで、それあって、今日はね、終わりたいと思います。まあ、先ほども、戦国バサラ4、スメラ、動画として上げてる、上げたんで、今日は、まあ、いろいろちょこちょこっとやってね、終わって、また明日ね、やりたいんですけど、メンテナンスなんですよね、17日ね。まあ、17日、明日は、明日からまた別の新実況の方、上げていきたいと思いますので、そちらの方も良ければ、見てください。よーし。あ、違う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 。え？宿泊宿泊。7550ゴールド。今のところ順調に金はあるんでね、まあまだ10万ぐらい欲しいけどな。さすがにクラフトがなかなか進まないですよね。自分の欲しい防具とか金高いから。おーし、そろそろ、あっできてたね、あれグレンバクや。よし、よし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 、あんゼリカ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 、あれ、ああ、ああ、こっちに。一瞬あれどこにあるかって、あどっかあったよなあ。おお、エアロタイム来ましたね。うん、取れるもん全部取っておきましょう。アンジェリカもまたね、オシェルの大火でクエ繰り返してやって、ここのレベルね上げて、おおおお上げていきたいと思うんで、まあ、おっとブライ。おっ、ほい、よしよし、はまった。あ、痛い。え、俺のとこ当たりに来るのかい。よし、よし、終わりましたね。こいつだね。よし、ありますね。ここやね、ここ。これ、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 これ。まあ、取れるもんと、いっぱい取っといた方が。いいんでね。また、おしゃれ大会でやっていくんでね。また、自分、裏の作業で。まあ、これはちょっとした動画としてあげますけども。本来、これ、裏の作業なんですよね。まあでもね、こうやって着々と進んでるってことを伝えたいなぁ思って、こうやって上げてるんで。それを分かってくだされば幸いです。あー、おー、ライスサポ。サポやね。サポじゃなくてサポね。サポ。